80年、昭和55年8月19日隊は、俳優、シンガーソングライター、映画監督、モデル。福島県須賀川市生まれ。所属芸能事務所はアミューズ。所属レコード会社及びレーベルは、エースケッチ。公式ファンクラブは、ファムボム。1997年、第10回ジュノンスーパーボーイコンテストに出場した。応募は、本人ではなく、 妹が勝手にしていた最終選考まで残る2004年香港のクラブにおいて飛び入りでラップを披露していたところ客席にいたファッション雑誌編集者にスカウトされる香港を拠点に雑誌や広告ファッションショーなどでモデルとして芸能活動を開始2006年台湾ドラマの創始者ともいえる芝里しべと出会い契約 台湾のデビューを果たす。活動拠点を香港から台北へ移し、台湾 TV、ドラマ、スクールロワイアル、極道学園に出演。方位名や包み小菓子屋、オーデン一と共演。ヤンヤンマク監督の香港映画、8月の物語の主演に抜擢された。その映画作品が、各国の映画祭に出品されたことにより、俳優としての注目が高まる。 2007年、台湾で高視聴率をマークした、t v ドラマ、本当の恋の見つけ方で、ジョ・ヒロシビネやらゆきと共演。ディーンは、天才ピアニストを演じた。台湾で、初の映画、サマーズ・テール・夏の尻尾に出演。作品中では、朝映家や、テイ・ヨロシノや林間と共演。2008年、芝・サトシ・ヘイ製作の台湾ドラマ、笑う花に恋来たるに出演。 よう進む林やハンガシュアと共演。同作は台湾だけではなく、中華圏全土や、日本や、東南アジアなど各国で放送された。その後、台湾の事務所と契約を更新せずに、フリーランスとして、ジャカルタに行く。DJ スモに初めて会って、インドネシアで、音楽活動を開始。2011年、日本統治時代の台湾に関する歴史を題材にした、長編映画。 セデックバレに出演。日本では2013年4月20日に公開された。私生活でも親しい友人たちであるゴッケンゴン、ごっけや高天章や東百喫先や高志新館と共演した夢の向こう側、ロードレストラベルドが制作。日本では2013年6月に公開された。映画公開を記念して、6月1日と2日に行われた。 舞台挨拶で主演バネスウー、リーン・フジオカ、エリック・トゥー、ジミー・ハンから映画のラストシーンで使っているギターを東日本大震災の復興のために役立ててほしいと出演者サイン入りギターのオークション参加を発表。舞台挨拶の当日に楽屋裏で4人がサインを書き入れ舞台挨拶でも使われたみんなのチャリティ募金出品タイトル映画夢の向こう側 ロードレストラベルド、出演者サイン入り、ギター、バネスー、ジミー・ハン、ディーン・フジオカ、エリック・トゥーの直筆サイン入り出品開始日6月12日、出品シ者アカウントは、ロードレストラベルドジャポン俳優業とは別に、クリエイターとして、独自のネットワークと言語を駆使し、アートとエンターテイメントを融合する表現活動の可能性を模索していたところ、 2011年に、現所属事務所、アミューズと出会いアトクプラス7。プラス9の時間軸の中で、アジアを中心とした縦移動のライフスタイル、ワークスタイルに双方共感し所属契約を交わす。2012年、人気テレビシリーズ最悪伊佐尾監督作品、ブラックホワイトの映画版、ハーバークライシス、湾岸危機ブラックホワイトエピソード1にて、 超魔立と共演、情報局員のリー捜査官役で出演。台湾史上初の総制作費10億円をかけた本作は中国でも大ヒットし、日本では2012年9月に公開。ジャパンプレミアの際にディーンは日本代表出演者として紹介される。2013年映画 IAM 一橋逮捕されるまでにて日本の作品で 初めて監督、主演、主題歌の全てを務める。当初は俳優としてのみの参加であったが、プロデューサーの意向で監督としてもオファーを受け、実在の殺人犯を演じるだけではなく自らメガホンを取ることによって生じるリスクを覚悟した上で、やると決めた。同作の主題歌も担当し、この曲は彼にとって僕の自己紹介みたいなものと語っている。 2014年8月 NHKBS プレミアム撃墜3人のパイロット命を奪い合った若者たちにて日本のテレビドラマに初出演を果たす10月から放送の北米のドラマ今夜のピンカートン探偵者にて純レギュラーの役を演じる2015年7月9日から放送のフジテレビ木曜劇場探偵の探偵にて 日本の連続ドラマに初出演を果たす。9月28日から放送の NHK 連続テレビ小説、朝が来たにて、五代、友厚役を演じる。2016年、第88回ザテレビジョンドラマアカデミー賞において、朝が来たが賞を多数受賞。五代様ブームも評価され、ザテレビジョン特別賞を受賞した。また、1月から放送の TBS 系ドラマ、 ダメな私に恋してくださいに出演。ヒロインのドエスな元上司役が話題になる。3月、ファーストアルバムサイクルをリリース。7月18日には NHK 特集ドラマ、喧騒の街、静かな海にて日本のテレビドラマ初主演を務める。8月19日にオフィシャルファンクラブファムボムが発足。ファミリー・オール・ウェイズ・ミーンズ・バッキング・ウェニーメンバーの 頭文字を取った、この名前には、お互いをバックアップし、支え合える家族のような関係に育っていきたいという、思いが込められている。10月からは、TBS 系ドラマ日曜劇場、IQ246 カレーなる事件簿に出演。さらに、同月から、テレビ朝日などで放映された、テレビアニメ、有利。オンアイスでは、オープニングテーマとして、 楽曲、ヒストリーメーカーを提供し、アニメの世界的な人気とともにその名前も知られるようになる。12月に発表された Google による全世界での2016年の検索回数、急上昇ワードランキングではミュージシャン部門で第5位に入った。2017年の4月からはテレビ朝日系の報道番組サタデーステーションにインフルエンサーとして不定期に出演。 これについてディーンは、少しでも番組進行のお役に立てるよう、より良い未来につながる変化や気づきのきっかけを作る、問いかけや提案をしていければ、とコメントしている。映画出演も、相次ぎ、主演した、結婚では、結婚詐欺師の役を演じた。この役は、実は、孤独や心の闇も抱える難役でもある。映画の撮影開始に向けて、 世の中的にはよろしくない人物が主人公ですが、その視点だからこそ見える愛の物語を、お楽しみにと解釈して現場に立つ準備をしていた。また、この映画では、主題歌、パーマネントバケーションも担当。7月にこの曲を含むファースト EP をリリースする。一方、鋼の錬金術師では、物語屈指の人気キャラクター、ロイマスタングを演じたことで話題となる。 10月から放映された日本テレビ系日曜ドラマ今からあなたを脅迫しますでは竹井咲と W 主演を務め主題歌レッド・イット・スノーも担当12月にこの曲を含むセカンド EP をリリースする2018年2月初の全国ツアーを開催海外からの参加者も含む2万人を動員する4月からは富士テレビ系木曜劇場 モンテ・クリスト・ハ華麗なる復讐マイナスで、初の連ドラ単独主演を務める。この時の演技が評価され、第12回コンフィデンスアワードドラマ賞、主演男優賞を受賞する。また、世界のクラブミュージックシーンで注目を集めるジャンル、ウェーブに着想を得たという主題歌、エッコーは、最上モガと共演したメガボルトが、 MTV 美魔ュにて最優秀、オルタナティブビデオ賞を受賞した。出演映画も多数公開され、中でも主演した、海を駆けるは、インドネシアが舞台。これについてディーンは、家族が住んでいたり、自分の過去に縁のある国の一つです。音楽的にも、ジャカルタでアルバムを作ったりしていますので、いつか、インドネシアに、映画の撮影に来られたらいいなと思っていましたと。 語っている。2019年1月、フジテレビ開局60周年特別企画 SP、ドラマ、レミゼラブル終わりなき旅路にて、井浦新と W 主演を務める一方、30日には、セカンドアルバム、ヒストリー・イン・ザ・メイキングをリリースする。2月、タクタカ橋主催のクラブイベント、インター・ギャラクティックで、d j デビュー。スター・ロー・ TJ ・オー・ユーエラと共演した。 3月には、映画、空と舞台屋の沢田優太役で第42回日本アカデミー賞優秀女演談優賞を受賞。また、2月から5月にかけ、日本、上海、香港、台湾、インドネシアのジャカルタを回る、初のアジアツアーを開催した。9月、三谷幸喜が監督した、映画、記憶にございません。2、首相秘書官役で出演。一方、 クレバ主催のイベント、908フェスティバル2019にて、フェス初出演を果たす。10月から放送のドラマ、シャーロック・アントールド・ストーリーズで、月9初主演。主題歌、シェリーとオープニングテーマ、サーチング・フォー・ザ・ゴーストも担当する。11月には、漫画家、北条司が総監督を務め、松下奈緒と W 主演した、オムニバス映画。 エンジェルサインが公開。主題歌も担当する。また、テレビ番組内での本人の発言が話題となり、台湾スイーツカフェ、台湾天商店とのコラボに発展。本人監修のタピオカドリンク、リーンタピオカを期間限定で発売した。一方、ウェーブはアカウントフェスティバルインジャパン2019では、地震初の司会を担当。 日中文化交流アンバサダー賞も合わせて受賞した。12月、サード EP をリリース。これには、中国のビルボードとも呼ばれる、東方風雲某で、日本人アーティストの中国語曲として、初のランクインを果たした、Send It Away も収録されている。2020年2月、ワールドロボットサミット2020のアンバサダーに就任。また、 同年10月から来年1月にかけ18都道府県を回る全国ツアー全19公演の開催が予定されていたが新型コロナウイルスの感染拡大を受け中止が発表された。8月自身の誕生日にネオディメンションを配信リリース。この曲は2008年に生まれ自身の自己紹介。 意思表明的な楽曲として2013年に初めて世の中へ発表したマイディメンションを12年の時を経て全く新しい形へ進化させたものである。9月前年に中国の動画配信サービス iGE9 のバラエティ番組潮流号人で共演したラッパー福勝子ことのコラボ楽曲 KU を配信リリースする。 10月、ゴーザ・ディスタンスを配信リリース。この楽曲には日本語版と中国語版があるが、このうち中国語版は中国最大手ゲーム会社、ネテアセが手掛けるリアルタイムバトル RPG のバグスマホゲーム、世のキャンペーンテーマソングとなった。これを記念して特別に作られた日中版2つのメガボルトには、リーン本人もアニメキャラクターとして登場している。 俳優としては、同月から TBS 系ドラマ日曜劇場、危険なビーナスに出演。12月、地震発となるストリーミングライブを開催。全世界へ向け配信される。これに先立ち、同月、フォロー目を配信リリースした。2021年2月から放送される、青天をつけにて、NHK 大河ドラマ初出演。 2015年から2016年に放送された、同曲の朝ドラ、朝が来たで好評だった五代、友厚役を再び演じる。3月、シングル、テイクオーバーをリリース。4月、自身のファンクラブ名をタイトルにした、絵本、ふ、アムバムを出す。また、絵本を通じて、子供たちと共に、カラフルな未来を作っていきたいというディーンの思いから、始まった支援プロジェクト。 ディーン・フジオカ絵本機像の旅セーブ・ウィズ・ファンバムもスタート。レディフォーにてクラウドファンディングを実施した。集まった支援金は絵本の収益の一部と合わせ国際 NGO セーブ・ザ・チルドレン協力のもと日本国内とアジアの子供たちへの学びの機会の提供のために役立てられる。6月、地震発の公式写真集 z エロを発売。7月からは フジテレビ系木曜劇場、推しの王子様に出演。ドラマの挿入歌、ラナウェイも担当する。また、9月から12月にかけ、全18都市20公演にわたる全国ホールツアーを開催。11月、ファッションブランドコーチの日本初、メンズ部門のアンバサダーに就任する。12月には、声優に初挑戦したアニメ映画、フラフラダンスが公開。 また、サードアルバム、トランスミュートもリリースする。2022年1月、自身が企画、プロデュースを手掛けた、主演映画、ピュア・ジャパニーズが、公開予定。6月、2019年に主演した、テレビドラマの続編にあたる映画、バスカビル家の犬シャーロック劇場版が、公開予定。福島県須賀川市で生まれ、物心がつく頃まで同市内で暮らす。 その後、千葉県鎌ケ谷市に転居。日本語、英語、中国語、インドネシア語など五言語を操るマルチリンガル。千葉県立船橋高等学校卒業後、アメリカシアトルのコミュニティカレッジで IT を専攻した。カレッジ卒業後、アジアの様々な国を巡り、多様な人種、文化、言語に触れ、感銘を受けたそれらを、市や写真に収めた。妥協をよしとせず、 とことん追求する性格で、趣味は中国武術、キックボクシング、チェス、写真撮影で、特技は、ギタードラム、ピアノ、作曲、作詞、スキーバスケットボールなど多岐にわたる。食べることをとことん楽しみたいという考えから、食にも、こだわりや美学がある。ボクシング好きとしても知られる。グルテンのアレルギーである。幼少から、 楽器演奏や楽天と音楽的な影響を受ける。音楽制作はインドネシアでの活動を中心に行っていたが、現在は拠点を東京に移している。作詞、作曲、プロデュースも手掛けているほか、ラップ歌手としての活動も行っている。ギタードラム、ピアノ、シンセサイザー、トランペットなど、楽器演奏もこなす。中でもビートボックスは、テレビ番組などでその腕前を、 たびたび披露している。音楽は、小崎豊の曲や、松田聖子の、スイートメモリーズなども好み。初めて自身で購入した CD は、Dreams Come True の、決戦は金曜日。父親は、中国生まれだが、両親も祖父母も日本人で、両親とも、福島県須賀川市出身。実前は、元チェキ娘の藤岡あ美。2012年に、 中国系インドネシア人と結婚し、2014年に男女双子が誕生。2017年3月、自身のインスタグラムに赤ちゃんの写真を投稿し、第三子が誕生したことを明らかにした。ドラマや映画などでも活躍しているがミュージシャンとしての活動も幅広い。2018年2月には、初の全国ツアー、ヒストリー・イン・ザ・メイキング2018を開催。 2019年には、初のアジアツアー、ファーストアジアツアー2019、ボーンツーメイクヒストリーを迎える。ミュージシャン、リーン・フジオカにも期待が高まっている。ファンが選ぶ、ミステリアスな役が似合う俳優、ランキングでは、綾野剛や松田・隆平をさえ1位を獲得した。洋館、コーヒー、そして、南米産の香木、パロサントを3種の神器と評するほどに、 大好物としている。昔は本名でクレジットまたはプレスによって記載されていたが今芸能界では芸名は主要な名前になっている。イングリッシュネームの由来は留学した時ホームステイ先の父からディーンと呼ばれていたことによる。現在の芸名となった経緯は最初に芸能活動を始めた香港で イングリッシュネームがないと仕事にならず、逆にないとおかしいとされていることから、ディーンという名前の発音は、関東語の天に似ており、クレイジーという意味を持つ。ただ、芸名として天の字を使うことは、不適切であることから、中華圏での活動では似た、発音のを当てる。なお、この字は、関東語では、リン、現代標準中国語では、リアンと読む。 中華圏では彼は藤岡やディーンやアディーンと呼ばれている。以前台湾で公開された CM は情報不足で記載されていません。監督はすべて爆炎金本人歌唱のメガボルトについてはディスコグラフィのミュージックビデオを参照 CD に未収録の楽曲と CD 化より先に配信された楽曲を掲載。ありがとうございます。